ありがとうございます。楽しい。いや、改めましてこんばんは、エコースティックス、そして沼です。いや、この今日のイベントが、湿地帯の発表会というものなんですけど、もう5回目となり、まあいろんなところでポツポツとやっては来たんですけれども、今日はついに、普段は浅草の周りとかでやってたんですけど、浅草を飛び出して、阿佐ヶ谷までやってまいりました。そして台湾に東京発球百球を迎えて、あんなに面白いことになるとは思わない。僕の方が本当に当てられちゃってるんですけれども、次はじゃあ僕秋田出身なんですけど、今日は中学校の同級生も来てくれて、まだ生徒会長だった時の僕のことを知って生徒会長、生徒会長こんなひげ生やさないですからねまあちょっとね、そういう同級生の前でやるのもちょっと気恥ずかしい感じもするんですけど、秋田民謡をやらせていただきます、ね、ドンパンになるオンベース加藤茂お願いします。
今井亮へ。MC だと女子率が高いはずだったんだけどちょっと違う感じになってきた。今日は、エコースティックス×沼ということで、彼らとはもう何年前ですか。出会ったのはフランス大使館なんです。彼どっちのこと、彼やってなんか、ちなみに僕酔っ払ってないですからね。彼やね。次は、このエコスティックさんは普段、まあ、インストとかボーカルの方もフューチャーされてやってるんですけど、彼らの曲をやりたいと思いますね。和三本という曲。
そろそろ立ってきて